私はもう8割から9割担々麺しか出ないから、何やっても。うん、最高、めっちゃ美味しいです。はい、いらっしゃいませ、よろしく。はい、この飲食業界入られて長いんですか？そうですね、僕は昔やんちゃやったから、中学卒業してすぐ修行行って、もう28年目ですね。スープはね、あの鶏ガラとか、あともみじ、げんこつ、が入ってます。でその他にも、まあ、野菜がね結構入ってますね。チャーシューの量でやっぱり美味しさ変わると思うんで、まあ、結構うちチャーシュー安く設定してて、チャーシューが出るようにね。で、まあ、今日も8本ぐらい入れるんかな。これ塩だれ、自家製の、この甘エビの頭がたくさん入ってる。あのね、この大会すごく思い出があって、実は2015年やったかな、石川県で、カラワングランプリというのが開かれて、そこで優勝して、翌年に全国大会行って優勝しました。ね、この時期がすごく良くて、うち1回全部なくなったの、倒産してるの。それ復活した年にたまたまこのオファーいただいて、これは出るしかないな。そんで、まあ、出て、おかげさんで優勝できたんで、それが浮上するきっかけになった。昔すごい安い時代があったでしょ、何もかも、うちの担々麺を安く売れたらっていう思いで、まあ、自社工場を作って、まあ、いろいろ奮闘してんけど、やっぱりその価格をすごい安くして、サンキュー屋っていう名前で全品ラーメン390円だった時代があったの、でそれで失敗して全部店なくしたので、180度方向転換して、おかげさんでなんとかね、全国制覇できるできたし、今はおかげさんすごく忙しいです。師匠と同じものやるとしたら、あと10年かかるなと思った時に、もうお金もないし、ラーメン屋だったら今の技術でできるかなと思って、それならラーメン屋たくさん持ってやろうと思って、22、3の時にまっとうに一番最初のお店出したかな。でも今僕50人やけど、まあ、28年おかげさんなんとかやってこれたって感じ。このエビの頭がね、旨味が出るんだよね。
ンとラージャン丼っていうやつがあって、あ、まああと普通にライスで1日でこのタッパー6つぐらい炊いたりするんで、国産使っとるんやけど、あんまり俺柔らかすぎるの好きじゃないの、うん、少し僕はちょっとある程度肉のうまみちょっと味わってもらいたくて、少し固めかもしれない。あと鶏肉を合わせてチャーの具にします。もうほとんど常連さんばっかりだもんで、夏の時期海が近いから、うん、海入って温泉入ってでうち最後閉めてくれるって方結構いらっしゃってるんです。昔6000円ぐらい入ったけども、今値上がりしちゃってもう13000円。13000円、倍以上になったんですか？倍以上になった。ラー油ももうちょいだね。もうそろそろ。この量でもう3日でなくなっちゃう。チャーハン作るのって僕が教えると30分、今あの時計11時までにはもう完成、店11時起こしたから11時までには完成できるようにします。教えます。必ずできるようになります、はい、なぜかというと先生がいいから、うん、先生がいいから必ずできるようになります。プロと素人の差って何かって言ったらスピードなんですよ。プロのチャーハンを作ろうと思ったら目標は1分、料理の時間は短くで適切な油の量が入ってパラパラ成分が知らないうちに生の状態でいかにこう白いのを絡めてスピードよくほぐすかってことが大事です。そしたら僕が1回作るんで見ててください、はい、油がこう真ん中にこう集まってくるじゃないですか、はい、ここに卵を入れることが大事なんです。ここにここでゆっくり入れて真ん中にこの油の多いところで、これですぐご飯を絡めてあげる。お玉の動き、叩くで混ぜる、この混ぜるもので叩く混ぜる振るってこの3つの作業だけで、叩くときはこのピーポイントダマのところをこう目開けながらこう叩いてあげるわけで、振る動きはここの上に鍋をこう上げて頭を少し下げてあげる、で上下に振るだけ、叩く混ぜる振る、これさ誰でもしようともできるから、叩く混ぜる振る、でもう7巻きと8巻きの時にチャーハンの具ね、ここにも調味料も全部入ってます。
最後に香り付けね、この醤油を周りちょっと温度上げてあげて、でこの焦がし醤油で最後はギューッて混ぜて終わりで、この時も集まれ集まれしてパパッとやってから工程やれば誰でもできるで、母の完成です。あ、こんな感じです。で全体で言うと、大体で、はい、真ん中に。で、ここにすぐにご飯絡めて、パカッと、パカッと混ぜる。そう、パカッと混ぜる。大丈夫。ポイントは早く作ることと思い切ること。はい。波肌。はい、じゃあそれ激しく混ぜる。入れちゃう。はい。うん、これね、もったいないから、まかないでオムライスに変身させてね、みんなで食べます。じゃあそれではちょっと戦闘モードにそろそろ入りたいと思います。店オープンするんで。こちらプラス80円となっております。キングでかしこまりました。関西ラーメンですけど何度にいたしますか？7度。7度でかしこまりました。ライス生姜お願いします。ライスの生姜を1つ。じゃあ1個入りました。はい、やっぱり料理そんな待たないで済むし、まあ、替え玉もできるから、それ6番ね、6番7度スープお願いします。9番の7度8度。はい。次5ドルやん、お願い。これ誰かに渡せばいいから、はい、誰かに渡せ。1番9度渡して。1番9度です。はい、渡せばいい。
1番9度。それでも一緒のところ。お願い、はい、コロッケ出してリャンリャンでコロッケリャンリャン、これ持ってけ。14と16円2個ずつ。お願い、よろしく。お願い。まだまだ。ダブルください。16番持ってて、一度16番。すごい人。久しぶりに来たんですよ。やっぱ。美味しいですね。やっぱ辛うまっていうのは一番体現できてるかな。お待たせいたしました。タンタン麺10度2つです。はい、ありがとう。はい、どうぞ。失礼いたします。やば辛そうですね。辛そうですね。辛くないですか。大丈夫大丈夫、程よい感じ。程よいやって17番、3度、4度。はい、3度、じゃあ4度です。うまそう。ごちそうさまです。うん、最高。ちょうどよくて、4、辛さ4がちょうどよくて濃厚だ。めちゃくちゃ濃厚です。7で、はい、自分9で、はい、7、9、はい、7で、9で、はい、食べました。うん、お疲れ様です。失礼します。よし、めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい。やみつきはね、毎回来とるんで、暑い日焼けど食いたくなる味ですね。はい、よろしくお願い。はい、よろしく。18番、初めて大ライス、リャンクよそって。17番だ、高級、はい、あ、まあ週に1回ぐらい、7度で、はい、店長おすすめで、ご飯との相性とか、あ、最高です。あ、もう辛くてうまいです、うん、辛さ増しちゃいました、うん、面積、よろしく。7度、12番7度。次7球に、はい、面出るよ。本当8度ね。次9度、10度、はい、
お願い、はい、よろしく。13番もしけ馬さんの体は今やってる。はい、うちはもう8割から9割担々麺しか出ないから何やってもよろしく。醤油ラーメン。はい、担々麺。フリザラもらって。はい、お疲れ様です。すいません。はい、辛くて美味しかったです。今日何辛ぐらい。今日8辛いきました。なんかちょうどいい辛さでご飯とかも進んで美味しかったです。お願い。はい、2番8度ね。2番8度、はい、で、20番5度、はい、担々麺5度です。はい、
じゃあチャーハン大盛りです。失礼します。ミートチャーハン。さっき練習で使ったチャーハンの余りです。これリメイクです。これもう一個やめといて。こんな感じです。